こんにちは出会い場就活チャンネルのです今日はですね24卒の就活状況についてアンケート結果を公開します我々 YouTube チャンネルを使ってですね皆さんにいろんなアンケートをご協力いただいてるんですけど今回は24卒の学生さんにですね今どんな状況ですかということをアンケートで答えいただきました実際に24卒で見てる方とをみんな他の人はどうしてるのかな気になりますね さあこの部分の答えについて皆さんとともに見ていきましょう現時点でどんな就活してますかっていう質問に対して現状 YouTube チャンネルですでに2,000人以上のことが答えてくれた24卒まだ活動してない全体の7割あなんだ意外とまだなんだしかし3割活動してるその3割の人は何やってんの自己分析業界研究10%イエス書いてみた5%インターン応募した人が6%インターン参加した人が8%ええー、インターンに参加した人がもう8%もいるんですかこんな形ですね。 そういう意味でいうと、三十パーセントが現時点において、就職活動を開始しています。そして二つ目の質問。就活で話す自己 P. R. や学生時代に頑張ったこと。のね、エピソード持ってます。みんなも気になるよね。だって、俺たち大学入った時から、全然コロナで対面ないっすよ。そう、見てちょうだい。自信を持った話がある人全体の三十九。あ、四割。ない人が六割。 そういう意味でいうと例年に比べるとですねこの時点においてですね自分のエピソードが自信があるものがない人がこんなに多いっていうのが今年の特徴、まあ、実際になぜかっていうとですね対面の授業がなかったことによって学校の活動の中でねなんか話できる内容がほぼないってことなんだね、まあ、そういう意味でいうとまあ皆さんもですねいやよかったみんないっぱいだったらどうしようと思ってまだ6割はないんだって事実がある。でもこのま,まじゃゃいいいいけけなななから作んなきゃいけないよねさあ そういううい意味で言うとでとすね現時点において皆さんがお話ししようとしている自己 PR 学習家の内容は何アルバイト39%圧倒的に多い去年の23卒はそここ33%だったの増えちゃったそしてゼミ学業18%減っちゃったサークル13%減っちゃった部活14%減っちゃったその他17%これは何を言ってるかさっきも言ったように学校オンンライン授業でしただから学業ゼミの話あんまりできないサークルもできないだから現時点においてアルバイトが4割もいる。 アルバイトの話で差別化するのは結構ハードル高くなるってことですねどうしたらいい今から活動できるよね対面になったらいろんなことができるじゃないですかさあ皆さんねないんだったら今からやればいいこのことを重視して考えればいいだって他の人だって持ってないって言ってるんだよさあそして長期に参加したことがあ,りますかあるが11%ないが77% 今はないけれど今後参加予定が12、まあ、そういう意味で言うとです、ね、長期インターンって、ね、実際に参加したことがある人はまだ11%程度です僕はです、ね、長期インターンに、ね、出る道もあるしかし、ね、どんな活動でもいいんですあなたが力を入れて本気でやればいい別に長期インターンに限る必要はないんです、ね、ネタがない人はです、ね、今からです、ね、せっかくコロナが明けてくるさあ活動しようっていう風うに思っていただければいいと思いますさあ 24卒の就活生のです、ね、特徴は2年間コロナで活動の制限が受けたみんなそうだよ4月から待望の対面開始したこれは全国で全部対面の授業を開始しました私たちの会社の前にもです、ね、専修大学がありますもう人であふれてる。 こないだなんかねなんか昼休みかなんかの前 100m これいろんなところでですね学食の前に人が並んでるこんな状況が起きてますさあ対面が始まりましたそういう意味で言うとですね対面での活動のシフト学業アルバイトサークル等もあるからまあ就活一辺倒にならないで僕は自信を持って活動しておくっていうのも一つ選択肢だと思いますそして2つ目就職活動と対面オンラインの両方のバランス授業も対面になった就活も対面も増えますオンラインと対面の両方に対応しよう 就活と学校のバランスいいですか去年の学生さんはねやることがなかったんですよそういう意味で言うとオンライン授業ばっかでだから就活しようバーッと言ったしかし今年いろんなやることがあるそういう意味で言うと学校活動そして就活もバランスよくやることが重要ですさあ皆さん我々出会いバーカンパニーはですね グループディスカッション日本の企業の6割以上が選考やインターンシップで採用していますグループディスカッションは実際に自分たちだけでやってもしょうがないそして企業の人からフィードバックもらってなんとスカウトももらえるというイベントが5月の後半から開始しますぜひ会員なればお申し込みいただけますそして我々スカウトのサービスもやらさせていただいてます皆さんがですねプロフィールを書いたらお、こんな企業から来ちゃった一回行ってみようかな イベントスカウトそれで我々は皆さんの支援してますそしてなんと6月1日からのインターンシップに向けて我々3つの講座を持ってます自己分析のやり方インターンシップの先行対策セミナーグルディス清水さんその企業に会う前にやっときたいんですさあ3つ出会い場の会員になれば参加できますお待ちしていますこの内容が役に立った方高評価ボタンよろしくお願いします